ベストのパフォーマンスを出せて勝率は多分7割ぐらいだと思います。練習してきたことを出せたらいいとこまでは行くんじゃないかなとは。正直今多分胃の容量だったりとかそういうとこに関しては多分彼の方が圧倒的に今2つも3つも多分上に行ってる状態だと思ってるので、そういう余力的な部分は向こうの方が上だと思う。ただ本当に短距離っていうここのフィールドの中であればいけるかなとは思ってます。一番最初に会ったのは日光のお蕎麦の大会、5、6年ぐらい前です。僕は勝つ気で行ってたんです。その時神山さんがどういう人なのかとかも全然わからなかったんですけど、で動画とか見させていただいて、あ、もしかしたらこの大会出たら僕が勝てるかもしれない。その時賞金が5万円っていう賞金が優勝賞金あったんで、それを取りに行こうと取りに行ったんですけど、結局神山さんに負けて僕が2位だったんで、あ、やっぱすごい人いるんだなって。でそこで飲み込むっていうことに技術があるんだっていうことを聞いて、そうなんだと思って、僕は勢いだけでそれまでやってたんで、そこから技術っていうところをいろいろ考えるようになったところからですかね、神山さんと。はい、早食い始めて約10年、第一線でいろんな大会出てきたので、やっぱそこはちょっとこう譲れない。種目自体は多分一瞬で終わってしまうとは思うんですけど、まあ、ちょっとまばたき厳禁で私たち2人のベストパフォーマンスを見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。スポーツとして捉えてチャレンジする分にはすごく面白い分野だと僕は思うんで、飲み込む技術、かき集める技術、そういう部分を見てほしいなと思います。先攻後攻のジャッキーをまず、はい、行きます。はい、最初はグッズ、はい、後攻で後攻でかいです。いきます。
ちょっと分が悪いなってやっぱり正直最初に思ったのがやっぱペヤング、やっぱ麺に関しては山根さんめちゃめちゃ強いので、あの量でペヤングやったら本当多分0コマ何秒の差で本当勝つか負けるか、具合的にはちょっと難しいかなっていうちょっと考えがありましたね。温度がうまくはまれば勝てると思ってます。多分10、9、10、11秒あたり。温度はもちろん熱すぎても口に入れれないし、冷めすぎると逆にこう喉を通っていかないんですよ。その絶妙なペヤングってタイミングが僕はあると思ってて、その冷えすぎないで熱すぎない、まあ、その個人差あると思うんですけど、その熱く感じない、熱く感じないぐらいのところで食べるのが一番タイムが僕は出ると思うんで、はい、そこですね。大丈夫です。カレーに関しては、まあ、残りの最後書き込みとかも含めて30秒いくかいかないか、20秒から25秒ぐらいなんじゃないかなと思って、最後のかき集め、そこのご飯のちり具合がうまくいけば同じぐらいのタイムになるかなと思ってます。完全に自分の自信ですけど、そこに関しては負けないから、単純に今まで何回かやってきた中での経験と飲む力に関しては多分俺の方が上なんじゃないかなとは正直思ってます。
毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる変化を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック。お疲れ様です。お疲れ様です。着工系タイムを発表させていただきます。山上さん3品の完食タイム46秒04、続きまして神山さんのタイムですが48秒12、その差2秒08。今回山上さんの勝利です。ありがとうございました。ちょっと感想をじゃあ鬼さんから聞いていただいてもいいですか。そうですね、秒数は2秒なんですけども、ほぼほぼ最初の1種目目で全部持ってかれたような感じなので、ちょっとまだまだもう自分の中でもっと詰め切れない部分があったなとは思いますね。すごく勉強になりました。トータルでは勝ちになるんですけど、ペヤングのタイムにしてもカレーのタイムにしても僕が練習してきた中で今回出せたのがベストだったんですよ。でもそれを超えてくるんだっていう神山さんの気持ちの強さっていうか、おっしゃるっていうか、すごいなと思ったんで、今回は僕が勝ちになりますけど、別に僕が勝てたとは思ってないんで、またよろしくお願いします。はい、します。はい、カットです。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。